大丈夫なのでしょう。はい、まだ若くて考えが染まっていない分、下手に機転の利く人間を使うよりは安心できると思います。おい、サンドリーヌ様に挨拶をするんだ。はい、先日第七騎士団に配属されましたユーベルと申します。よろしくお願いいたします。今回お前を呼んだのは他でも、少し手伝ってほしいことがあるのよ。私にですか？そう、実は先日ソフェルド公国の連中がやってきた。ソフェルド公国？あの熱心なネーノイス教信者が数多くいるという。そうだ、特に大公がご出身で、あの国では過激派が主流となっている。そのソフェルド公国が親族の血をよこせと言ってきた。親族の血ですか？純粋な親族はもう絶滅してしまったけれども、伝説の勇士Gクラフの思想に当たる王家には親族の血が流れている。奴らが言うには、魔王ガース復活のために親族の血が必要らしい。魔王ガースの復活ですって！声を落とせユーベル、これは一部の者しか知らぬ極秘の話だ。はい、申し訳ありません。世間では勇者Gクラフは魔王ガースを倒したということになっているけれども、実際は封印することに精一杯。そしてその封印を解くために親族たちが必要なのですよ。どうして魔王ガースを復活させようなどと？さて、過激派の考えていることはわからない。そこでお前に協力をしてもらいたいのだが。お任せください。ソフェルド公国の手からクルスト様たちをお守りすればよろしいのですね。その反対。え？予定では明日、俗に扮したソフェルド公国の連中がナーシャ様を連れ去ることになる。予定？他の兵は私が遠ざけておくから、お前はナーシャ様をここまで連れてきてくれればいい。そしてソフェルド公国の連中が現れたら向かっていく。もちろん本気で戦う必要はない。ただフリをしてくれたらいい。お前はまだ騎士になったばかりだ。ナーシャ様を守れなくとも重い罪をかけられることはないだろう。そんな、それではナーシャ様は？連中は親族の血が必要だと言っているが、ただでは済まないだろうな。どうしてナーシャ様が？わかるでしょう、邪魔なのよ。ジェロームを消してもナーシャがいてはクルストが王になれないかもしれないでしょ。消す？そしてあのロエルとかいう男、ナーシャがいなくなればあの男も厄介払いできるはず。こんなこと許されるはずがありません。ソフェルド公国は魔王ガースを復活させようとしているのでしょう。それなら心配はいらん。たとえ親族の血を渡しても連中は魔王を復活させることはできないだ。え？これ以上はあなたに関係のない話、余計なことは聞かない。でなければあなたにも退場してもらうことになる。ユーベル、お前はただ私たちの言うことに従っていればいい。騎士は？この声は？ランジュ？どうしてランジュが？どういうことだ？明日のはずでは。ランジュ様！バレるな。お前が国王の娘なんだろ。
ついてくればいい。やめなさい。その子は違うのよ。私の娘なのよ。お願いだから話してちょうだい。はい、早くしろ。兵が集まってくるぞ。とっとと来い。マーシャ様、ラジオネ様、助けて。そうだ、その娘は違う。国王の娘はこっちだ。え、何、前が国王の娘なのか。しやがれ。俺たちは親族の血さえ手に入ればいいんだが。親族の血。はい、私がジークラフォーの娘です。ランジュ、マーシャ様。よし、引き上げるぞ。急げ。マーシャお姉様、待って、違うの。親族の血が必要なら。ランジュ、何やら騒がしいですな。城で何かあったのか。ロエル様だ。ロエル様、大変です。ナーシャ様が賊に連れ去られました。